キャノン EOS650 キャノン EOS650 は1987年3月1日に発売されたキャノンの 35mm オートフォーカス一眼レフカメラ。深度優先 AE を初めて搭載したことで知られる。キャノン EOS シリーズの記念すべき第1号機である。香港では EOS650 をベースに作られた EOS620。 EOS639D、EOSRT、e、についても扱う。カメラマイナスレンズ間の機械的接点を廃止、すべて電気接点を介して行う、完全電子マウントなどといった本機の基礎技術の研究開発は1981年から行われていた。しかし、その4年後の1985年2月20日、世界初の本格的 a f 一眼レフカメラ。 ミノルトアルファマイナス7000が発売され、キャノンも含む他社のシェアは急落した。これを受けて、同年3月31日、キャノンは緊急ミーティングを開催し、完全電子マウントを採用した新システムが提案され、さらにこれを採用した製品を、キャノン創立50周年にあたる1987年3月1日に発売すると発表した。これ以降、 製品化に向けての開発が急ピッチで進められ、予定通りに1987年3月1日に発売された。AF センサーには、かつて実験的 AF1 眼レフティー82、搭載されていた CCD センサーによるコントラスト検出方式を止め、新たに開発したベーシスと呼ばれる、高感度 CMOS 速居センサーを採用。 その AF の正確さが高く評価され、同年のカメラグランプリを受賞している。テレビ CM のイメージキャラクターは、女性写真家のビクトリア・ブリナーであった。キャノン EOS630 これら3機種は、他にも電子ダイヤルがゴム製になっているなど、EOS650 とは、細かな相違点がある。発売当初、それまでのキャノン独自用型マウントだった。 FD マウントとの互換性を一切排除したため、発売当初は、旧来のキャノン一眼レフユーザーから強く批判された。もともと、FD マウントは、各社独自 MF、大型マウントの中でも今一つ評価が低く、ボディ性能は良いとされるキャノンにあって、プロユースで、今一歩ニコンに対抗しきれず市場で足を引っ張る、原因になっていたため、AF マウント時代に入って、互換性度外視は、 やむを得ない面があった。しかしこの突然のキャノンの裏切りに対し、現在でもキャノンや EOS シリーズに批判的な早町ちは写真家は少なくない。その一方でニコンやペンタックスなどでは生味 MF マウントに適宜必要な機能を追加していった。結果、物理的にはめられるだけで実際には使用できなくなるケースが多くなった。特にレンズ絞り機能の追加は、 世代の違うレンズとボディの互換性を完全に失わせた。これは EOS を生み出すきっかけとなったミノルタアルファーシリーズも同じで AFAE の進化と共に機能が追加、変更された結果、ニコンやペンタックスと同じ状況に陥った。キャノンだけは全てのレンズでレンズモーターを使用し、完全電子化だけでなく、常に完全上位互換を保つことを意識して、 設計された EF マウントを装備する EOS シリーズは発売から30年を経過した現在でも最初期のボディと現行のレンズまたはその逆の組み合わせでもわずかな性能スポイルを感受するだけでほぼ問題なく扱うことができる。ありがとうございます。